今日の東海や関東では雲が優勢で雨の降ることがありそうです。山口さん、週明けの今日もお天気変わりやすいんですね。そうですね、日差しは届くんですけれども、いわゆるゲリラ雷雨要注意ということになります、はい、今の様子ご覧ください、その関東甲信東海エリア太平洋側中心に日の差しているところが多くなっています。ただ昨日の夜からの名残で小さな雨雲が残って関東は北部中心に今弱い雨の降っているところがあります。今日の日中はまた気温が上昇してくることで山沿い中心にあちこちで雲が湧いてくる流れになるんですけども、その雨雲の動きです、ご覧の通りお昼前ぐらいになってくるとあちこちで雲がまた湧き出してくる見込みです。今日もこの山沿い中心に平地の方にも雨雲が流れ込んでくる恐れがあります。雷を伴った強い雨にお気をつけください。この雨雲を流す上空の風が弱いということもありまして、一旦かかってきますとね、1時間2時間ぐらい激しい雨降らせる可能性があります。そしてこの雨雲、雷雲になるということが予想されるんですけれども、そのゲリラ雷雨の発生リスクです。日中にかけてこの紫で表現される高い確率のエリア、これが大きく拡大をしていきます。平地も含めて強い雨、天気急変の可能性ありますので、今日外出の際には日が差していたとしても雨具ご用意いただければと思います。はい、具体的な降水のリスクの有無、そして雨の降り方についてはお天気アプリウェザーニュースからも見ることができます。ぜひご利用ください。